あんたとレースしに来たんだ、ドラゴンファイター。一番くん、嬉しいよ。だが、手加減はできないぜ。そんなもんいらねえよ。正々堂々、ぶっちぎらせてもらうぜ。ありがとう。君となら、本気のレースができそうだ。勝負だ、カズマくん。じゃなかった。勝負だ、一番くん。ちぎってやるぜ。さすがだね、一番くん。あんたもな、ファイター。めちゃくちゃ速えじゃねえか。負けたってのに、すごくいい気持ちだよ。やっぱり、レースっていいな。そうだな。俺も最高の気分だぜ。二人とも、あんなレース見たことねえよ。カスが強えのは知ってたけど、藤沢さん本当にドラゴンファイターだったんだな。正直
ただの受付のおっさんだと思ってたでごわす。伝説のレーサーに勝つなんて大金星でごわす。貴重なデータが得られました最速への道はまだ遠いってことかいいもん見せてもらったぜ。熟年レーサーとして私も負けていられないわね。二人とも俺らのチームアゲポヨに入らねえか。歓迎するぜ。いや、遠慮しておく。んだよ、釣れねえな。んなダセえ名前のチームに入るやついねえだろ。んだとてめえ、ぶっ殺すダメだぞ、喧嘩は。ん？どうした？いや、さっきは負けてもいい気持ちだなんて言ったけど、やっぱりなんだか悔しくなってきちゃってね。ドラゴンファイターというわけで、もう一回勝負だ一番くん。次は負けないぜ。あ、ずるい。私もレースしたかったのに我慢してたんですよ。わしもごっちゃんゴールしたいでごわすそれ意味違くね。よし、それじゃあ早速レースしようぜ。俺もまた走りたくてうずうずしてたんだ。みんなまとめて相手してやるぜ。でもレースって8人までだよな。じゃあ直樹はお留守番ってことで。あ、なんでだよ。おめえが抜けろや。まあまあ順番順番、みんなで楽しく走ろうじゃないか。じゃあカート置き場まで競争しようぜ。 B だったやつが留守番ってことで。あ、ズリード待て。ばあさん早っ。待つでごわす。俺たちも行こうぜ一番くん。おう、ドラゴンカートか。最速を目指すにはまだまだやることが多そうだ。これからも楽しませてくれそうだな。